ニュースのお時間です。ナビゲーターの増座です。現状、大関さんと西山さんが揉めております。長い期間揉めており、すでにマラソン状態と化しております。前日、西山さんが大関さんの命を狙っていることが発覚し、警察を巻き込む事態となっております。西山さんは執行猶予中ということと、過去に半グレ組織のリーダーをされていたこともあり、警察も完全にノリノリ正則状態のようです。仮に起訴されたら、レッツ懲役となってしまいます。非常に危ないですね。それを阻止するために太郎さんが大関さんにコンタクトを取りますが、後ろから大関さんに切れている言葉が流れてきておりましたが、それでも太郎さんは一人と言い、話がその真意についての押し問答となり進みませんでした。その翌日も太郎さんは一人と言い、西山さんは別のところから配信に上がります。けれども、それはファミリーマートのトイレだったのです。ではここからは個人的な意見を述べたく思います。目的が全く分かりません。少なくとも太郎さんが電話を入れたということは、和解という意味があったと思われます。和解という目的に対して一人だと言い張ることは侵略の行為に思えます。仮に一人だとしても、西山さんに連絡を入れて差しで話すようにするけど、語気を荒げず冷静な対応を依頼した方が良いと言えます。けれども、その対応を取らずに切れ出していました。さらにはファミリーマートのトイレでの配信は時間的に密接しているので、太郎さんと西山さんがつながっていないとは状況的に言い難く思われます。もしかしたら一緒にいなくても別の端末でやり取りをしていた可能性もありますが、そんなことをしたら和解から遠のいてしまいます。そう考えると、目的は和解ではない可能性が出てきます。行動原理が完全にちぐはぐです。ここで2つの考察ができます。1つは酔った勢いなだけ、2つ目は和解目的が突っ込まれたことで寮で強情を張るに変化した可能性です。ただ気になったのは2人とも酒に酔っていた点です。きっとお酒が原因で、なんとなく絡みに行って突っ込まれてイラついただけに思います。なので今回のいさかいは酔っ払いの延長かなと個人的に考えております。酒での失敗談ってやつかもしれません。ただこの感想は個人の意見でしかありません。それではチャンネル登録お願いします。